ソニーコンピュータエンターテイメントは、卓上型としては7年ぶりの家庭用ゲーム機、プレイステーション4を今日日本で発売しました。3、2、1、プレイステーション4。プレイステーション4はアメリカやヨーロッパなどでは去年11月からすでに販売されていて、今月8日までに当初の予想を上回る530万台を売り上げています。スマートフォンなどの携帯端末と連携を強化し、外出先でも遊べるようにしたことが特徴です。親会社のソニーはパソコン事業の売却など苦戦が続く中、ゲームを重点事業に挙げていて、プレイステーション4が再生の切り札になるか注目が集まっています。